はい、皆さんこんにちは。今回もですね、トネの使える工具、面白い工具を紹介していきたいと思うんですけども、今回ももう隣に座っていただいておりますけども、スペシャルゲストということで、 D1 ドライバーの斉藤大吾選手にお越しいただいております。はい、よろしくお願いします。今日はバリッともうレーシングスーツで来ていただいてて、隣はあれはもう普段使ってるやつですかね。そうです、レースに使ってるヘルメットです。これスーツはトネロゴどっか入ってますか。もちろん。あ、ここだ、トネロゴ入ってます。一番いいとこに本当ですね一番いいとこにトネロゴを置いていただいているということで、斉藤選手、はい、ぜひトネの方から紹介させていただきたい工具1点ございまして、はい、もうあの斉藤大吾選手 もうご存知かと思うんですけども、はい、今回ですね、トネは斉藤大吾選手コラボしまして、斉藤大吾モデルのツールセットを作ってユーザー様に販売するという取り組みを始めるわけですね、はいはい、というわけで今回はですね、その斉藤大吾選手モデルのツールセットをご用意しております。でこれを斉藤大吾選手と一緒に開けて組み立てて、どんなツールセットかなということをちょっとユーザー様と一緒に見ていただこうかなと思っているわけです。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずツールセットと言いますと、なかなかですね、購入頻度っていうのは低いですね。もう何セットも何セットも一人で持つってことはあんまない、まあ、最初ある程度揃えたら箱はなかなか、そうですね、はい、なかなか買い替えるタイミングもないと思うので、サンデーメカニックさんとか、まあ、車いじる方もう一大イベントだと思うんですよ、ツールセット買うっていうのは。そんなツールセットですね、どんな形でユーザー様の元に届くのかっていうのはなかなか見る機会ないと思うんですよ、まあ、それをですねちょっとご覧いただこうかなと思って、もう工場出荷状態のままのツールセットを持ってきております。こんな感じでですね、段ボールに入ってツールセットって届くんですよ。ちゃんと品番が TSAT330BKSD、斉藤大吾モデル、斉藤大吾モデルということで、はい、品番にも SD が入ってて、しかも品名もツールセット斉藤大吾モデルってちゃんと書いてあるんですよ、はい、もう外側からもうスペシャルな感じがするということで、まあ、こちらのツールセット開けていきたいと思います。まずですね、段ボールパカッとこう開けると、まあ、緩衝材なんかが入っていまして、まずツールケースが出てくるんですよ。でこれ今普通のツールケースと思ってますけど、この後あのすごいことになるんで、ちょっと待ってください、まあ、こんな感じで段ボールからまず出てくるのはツールケースなんですよ。斉藤大吾モデルって書いてあって、何が斉藤大吾モデルなの、すごいんですよ今回。こんなのが入ってるんですよ。これ何かと言いますと、この柄はですね、見たことある方多いんじゃないかなという、ちゃんとゼッケンナンバー87って書いてある、これ ね、 これですね。そうです、これです、これです、これですよ。斉藤大吾選手の乗っているマシン GR スープラと同じ柄のステッカーが入ってるんですよ。でこのステッカーを貼ることで、このツールケースが斉藤大吾選手のマシンと同じ柄に仕立て上げられるという、すごい、そういうツールセット。ちょっとね、貼っちゃいたいと思います。っていうふうにユーザー様でご自身でこのツールケースをカスタムしていくステッカーがついてるんですよね。全部貼ってみたんですけども、こんな感じになるんですよね。ほら、ゼッケンナンバー入っててかっこいいツールケースになると。はい、素晴らしい。欲しい。で、まあ、ツールセットなんで、まあ、この中に工具が入るんですよ。
工具が入るんですけども、よいしょ、これもう一回開けるとこういうふうにトレーが入ってるんですね。ウレタンのスポンジの削りのトレーなんですよ。でちょっとカーボン調のデザインになってて、ちゃんとどこに何が入るかっていうのが印刷してあるんですね。でここに内容品の工具がちゃんと収まると。でツールセット買っていただいたこの段ボール、段ボールの一番底に中身が入ってるんですよ。じゃじゃん、こういうちっちゃい段ボールが出てきて、この中に中身の工具が入ってると。もう早速斉藤選手開けてますけども、これがここに入っていくという。っていう風にあの結構ビチビチにちょっとゴージャス感がガッと上がる、もう工具入れるともう見栄えが全然ちゃいますよね。全部きっちりあるべき場所に収まるというセットなんですよ。っていう風にまあこの斉藤大吾選手のマシンのカラーリングに収まるツールが入っているということで、このぐらいだったらある程度軽整備では使えますか ね、 そうですね、うん、ちょっとしたやつは全然いけちゃいます。そうですね、まあ、大概これはアンセットがあれば軽整備は賄えるかなという、そういうセットになってます。でさらに今回はグローブもついてきちゃうと。何おまけにグローブがいいですね。整備用のワークグローブが入ってる。斉藤大吾選手手大きいですかね。車載にそれいいですね。そうなんですよ、手を痛めたりとか汚くなったりしちゃうんで、これはめて作業していただくと便利よねっていうグローブが入ってます。で斉藤選手このツールセット、はい、まだスペシャルがあるんですよ、はい、ワークグローブがつくのもスペシャルなんですけども、さらにスペシャルがあって、これユーザー様ですね、お買い求めいただくときにちょっとコストを足していただくと名前が入れられるんですよ。レーザー刻印で工具一つ一つに対してユーザー様のお名前、ご指定のお名前を漢字ローマ字可能で刻印できちゃうんですよ。ちょっと文字数に制限があるんですけども、これちょっと試しに斉藤大吾選手のお名前彫ってるんですけども、これよくサーキットとかでね、人の工具と混じっちゃってなくなっちゃうんですからね。ありますかやっぱりそういうこと。しょっちゅうある。貸し借りやっぱ多いですからね、はい、まあ、工具がその場でないってなったら、あの隣のピットで借りてきたりとか、そういうこともあると思うんですけども、まあ、貸し借りした時もちゃんと自分の名前が入ってればちゃんと自分の元に帰ってきてくれるよという、まあ、そういう内入れサービスも今回このツールセット斉藤大吾選手スペシャルモデルでやってますよということなんですよね。六角棒レンチにもこんな細いところに入ってるんですよ。いい。そうなんですよ、愛着が出ちゃいますね。そうなんですよ。でさらにですね、今回あの斉藤大吾選手ご協力のもと直筆サイン入ってるんですよ、はい、これ入れていただいたんですよね、はい、これあの一部じゃなくて全セットに直筆サインが入ってるんですよ。めちゃめちゃ大変でした全部書きました全部手書きで書けていただいて、もう全部にあの斉藤大吾選手の直筆サインを入れていただいてユーザー様の元に届くという、そういうツールセットなんですよ。はい、でトネからのご提案なんですけども、こちらのツールセットですね、ぜひご購入されたユーザー様に実践していただきたいのが、こういうふうにですね、各スポンサードされている企業様のステッカーを集めていただいて、こういうふうにこのステッカーの上からさらにステッカーを貼り付けることでデコレーションカスタムしていただきたいなと思うんですよ、はい、でこうすることでですね、例えば斉藤大吾選手の GR スープラのマシンを忠実に再現するもよし、またですね、あのいっぱいモンエナのステッカー貼ってもうモンエナだらけにしちゃうのもよし、まあ、いろんな楽しみ方がですね、ユーザー様でやっていただけるかなという、そういう風な仕掛けもですね
ご用意してるんですよ。で、まあ、こちらのツールセット、まあ、通常のこのツールセットも、まあ、お客様がこうやってステッカーを貼っていただけるようにあえて余白を多く取ってあるんですね。なのでぜひですね、ユーザー様の方でこちらお買い求めいただいたら、ステッカーをいろんなステッカー集めていただいてペタペタと貼ってカスタマイズしていただけたらなと思うわけですね。僕もステッカー好きなんでね、無駄に集めちゃいますっていうのもあるんで、もうあのお手持ちのステッカーをこう貼っていただけたらなと思います。はい、でこのツールセットどこで買えるのということなんですけども、残念ながらあの普通のお店じゃ買えない。でどこで売ってるのというと、ネット通販ですね。オートスポーツウェブショップという通販サイトがございまして、そこでこのツールセットお買い求めいただけるというふうにしております。もう他じゃ買えないです。もうそこだけ、オートスポーツウェブショップの EC サイトだけでしか買えないという、そういうツールセットなんですよ。まあ、こちらですね、またその EC サイトもそうなんですけども、オートサロンでも来年ですね、2022年オートサロンでもちょっとあのお見せできるように、ちょっと何かしらのイベントなんかもご用意したりしておりますので、まあ、そちらもチェックしていただいて、オートスポーツウェブショップ様の EC サイトでこちらチェックしてお買い求めいただければと思います。はい、というわけで今回はですね、斉藤大吾選手にこの利根川内長野工場にお越しいただいて、斉藤大吾モデルのツールセットのご紹介をさせていただきました。はい、いかがでしょうか、総括として。惜しい早くください。あとね、車載工具にもバッチリ。そうですね、そうですね、もう斉藤大吾選手公認ということで、また次回もですね、利根の使える工具、面白い工具紹介していきたいと思いますので、また次回もよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。プラスの P の2位だね。 P のはこっちの手前です。ドライバーをね、サイズでなかなか言うのはマニアック。マニアです。マニア3、2時間かかりました。いや、そこまでかかんないですけども、もうひとそこなんかもう字もわかんなくなってきた、ね、こうだったっけなみたいになってくるじゃないですか同じのずっとやってると。そうですね。